私には夢があります。子供の頃からの夢です。お前の夢ってのが叶ったらその後はどうする？それはわからない。叶えてみないことにはな。調査兵団実行部隊のトップ、エルヴィン団長と。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいように記憶を改ざんされた。君のせいか、シガンシナ区にあるイエーガー医師の地下室、それが父の仮説です。そこに巨人の謎がある。そうだね。俺はこのまま地下室に行きたい。私の人生の使命、人類を救うのはエルヴィン団長だ。父の仮説を証明することとなったのです。3、4メートル級肉戦士は数箇所で負傷者を出している。今の調査兵団には以前のような力はない。だがそれだけの損害がなければ決してここまでたどり着けなかった。だが調査兵団になった途端、なぜか誰にもその話をしなくなった。いや違う、なぜかではない。私は気づいていた。私だけが自分のために戦っているのだと。私だけが自分の夢を見ているのだと。いつしか私は部下を従えるようになり、仲間を鼓舞した。人類のために心臓を捧げる。そうやって仲間を騙し、築き上げた屍の山の上に私は立っている。ふざけるな！貴様は反逆者！お二人には囚人に近づくな悪党め！人間らしい気持ちというものがないのですか！ならば人生には意味がないのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。エルヴィン団長、答えてください！エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください！それと脳裏にちらつく地下室のこと。今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？なぜだ、なぜそんなことができた？人類は勝利のためだ。この作戦が失敗して死ぬ前に地下室に行けるかもしれない。それがそんなに大事か？ああ、てめえの足より。ああ、人類の勝利より。ああ、いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。思うことができるのは勝者である我々だ。我々はここで死に、次の勝者に意味を託す。撃てー！神殿たちを地獄に導け。進めー！兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。エルヴィン、私には夢があります。先生、壁の外に人類がいないって、どうやって調べたんですか？エルヴィン、お前の判断を信じよう。